島田隆史郎は日本のフィギュアスケート選手。愛媛県松山市出身。岡山県岡山市在住。血液型は A 型。早稲田大学通信教育家庭在学中。マネジメントはイムグ東京。愛媛県松山市出身。岡山県岡山市在住。修日学園高等学校を卒業後、早稲田大学人間科学部に入学。 6歳の時より松山市内のスケートリンクでフィギュアスケートを始め小学校4年生の時に本格的にスケートを習うため母と共に岡山県岡山市に移住し岡山国際スケートリンクで練習を始める15歳からはステファン・ランビエール氏に指導を受けるため単身でスイスに渡った憧れの選手は高橋大輔、町田寿。 2012年の全日本ノービス選手権で2位となり、初の国際大会である2013年、アジアフィギュア杯のノービスクラスでは優勝する。同年の全日本ノービス選手権で優勝、全日本ジュニア選手権では17位となる。2014年ガルデナスプリング杯のノービスクラスで2位、入賞する。同年の全日本ノービス選手権では2位、全日本ジュニア選手権では16位となる。 2015から2016シーズン、日本スケート連盟の強化指定選手に選ばれる。ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し、JGPJ&T バンカで7位、JGP クロアチアハイで5位となる。全日本ジュニア選手権では SP8 位から FS で2位となり、総合4位に入った。初出場となった全日本選手権では11位となり、新人賞を受賞する。 リレハンベルユース五輪では総合得点で自己ベストを更新し6位となる。2016から2017シーズン、2016年アジアフィギュア杯ジュニアクラスで優勝。ジュニアグランプリサンジェルベで3位となり初の表彰台に上った。4度目の出場となった全日本ジュニア選手権では2位、推薦出場した全日本選手権では7位となり、 初めての世界ジュニア選手権代表に選出された。2017から2018シーズン、4月に木下グループより所属選手になったことが正式に発表される。今シーズンから練習拠点をスイスへ移し、トリノ五輪銀メダリストのステファン・ランビエールに指示。2017年はじめ左内転筋を断裂したため、新コーチ、ランビエールの勧めで、 カナダのトロントで怪我の治療、リハビリを行い今シーズンのジュニアグランプリシリーズの試合に復帰。2019から2020シーズン、シニアデビュー。ありがとうございます。